こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の男性におすすめしたい名作ダウン5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の普段の動画の中では割とですね、価格帯を抑えたユニクロですとか GU、グローバルワーク、無印良品、このあたりのアイテムをご紹介することが多いんですね。まあ、今期もですね、ユニクロだとかグローバルワークのダウンもおすすめをしましたし、ちょっと価格帯を上げたセレクトショップのオリジナルですね、まあ、ビューティー&ユースだとか、あとはグリーンレベルのダウンなんかも皆さんにご紹介しました。このあたりのダウンも非常にいいんですが、もうちょっと幅を広げて大人の名作と呼べるようなダウンをですね、今回は皆さんに5つ厳選をしてお伝えをしていきたいなと思っています。まあ、ダウンというアイテムというのは1年を通した様々なアイテムの中でも一番ですね、価格帯の幅が広いアイテムかなと思います。買いやすい価格帯だとユニクロがあって、もう高いダウンになってくるとモンクレールだとかタトラスだとかカナダグースだとか、いわゆるこうラグジュアリーダウンみたいなブランドもあってですね、中には20万円超えてくるものもあったりするので、なかなか気軽には買いづらいような領域になってくるかなと思います。まあ、そんなダウンもあるんですが、今回は今注目度が高い人気ブランドのダウンをですね、5つご紹介をしたいなと思っています。まあ、皆さんが聞いたことがあるブランドからちょっと初めて聞くなというブランドまで厳選して選んでみましたので、ぜひ皆さんもですね、ダウンにはちょっと投資をしたいんだよなという時には今回の動画参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからですね、具体的に大人の男性におすすめしたい名作ダウンをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、冒頭にもちょっと触れましたが、今回の動画の中では、まあ、いわゆるですね、ラグジュアリーダウンみたいなものはあえて触れないようにしたいなと思っています。例えばモンクレールですとかタトラスですとかヘルノとか、あとはカナダグースですね、このあたりはもう殿堂入りみたいな形で今回は触れないようにしたいなと思います。まあ、これらのダウンってすごく良くて、僕もですね、ほぼこのあたりのブランドって実際に購入して買ったことがあるんですね。まあ、すごく良くて、まあ、愛用していたんですが、最近はですね、結構値上がりしていてですね、気軽に手が出しづらいというところもあるので、殿堂入りということで、それ以外のダウンブランドですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。ということで早速一つ目から入っていきたいなと思うんですが、こちらですね、ダイワピュア39のですね、ダウンですね。このあたりは最近最も勢いを感じるブランドですし、やはりダイワピュアと言ったらダウンですとか中綿のアウターという印象が僕の中では強いんですね。もともとダイワといえばですね、釣りが好きな方であればピンとくるようなブランド名かなと思います。僕はちょっと釣りやらないのであまり知らなかったんですが、釣り具ブランドとして世界的にも有名なブランドですが、最近はアパレルを展開してるんですね。で、そのダイワが展開するこのダイワピュア39というブランドが非常にファッション業界の方にもファンが多くてですね、デザインもすごく良くて、まあ、機能的でもあるんですね。いわゆるこうテック系と呼ばれるようなジャンルに入ってくるようなブランドになってくるんですが、まあ、デザインはですね、本当にこうミニマルでシャープな雰囲気ですね。あまりゴテゴテとしていないので大人の男性にも取り入れやすいんですね。そしてサイズ感は少しオーバーに振ってあったりだとか、素材使いですね、このあたりが本格派なんですね。なのでアウトドア系のアイテムに特化したダイワの強みとデザイン的なシャープさがうまく連携されたような、そんなアイテムが多いのがダイワピュアの特徴かなと思っています。で、僕もですね、ダイワピュアのアウターって実はですね、3着持ってるんですね。去年も買ったし、一昨年も購入したのが中綿のアウターなんですが、今年はセールでですね、ダウンもゲットしましたので、まあ、実際に着た様子も見ていただきたいなと思います。まあ、このような形ですね。まあ、ダイワピュアのダウンというとですね、素材にゴアテックスウィンドストッパーを使っていまして、表面の質感も微光沢があってすごく美しいんですね。ゴアテックスもいろんなこう素材があるんですが、ウィンドストッパーというのはですね、完全防水ではないんですが、まあ、撥水性があって、従来のゴアテックスにはなかったしなやかさだとか手触りの良さだとか上品な光沢感ですね、このあたりがですねちゃんと表現されているので、日常使いには完全防水のゴアテックスよりも割とですねウィンドストッパーの方が使いやすいかなという印象があるんですね。まあ、このあたりをしっかりと使ったダウンになっていまして、デザインのベースはエクワックスジャケットですね。まあ、シンプルなデザインではあるんですが、ディティールに凝っていてミリタリー要素がふんだんに使われているのがダイワピュアの特徴なんですが、このあたりもですね個人的にはかなり気に入っているポイントかなと思います。まあ、こちらのダウンもおすすめ
なんですが、まあダイワピアのダウンといったらやっぱりですね、こちらのゴアテックスウィンドストッパーエクスペディションダウンジャケットですね、これがど真ん中かなと思います。もう名作中の名作で結構迷ったんですよ。これはもう一着は持っといた方がいいかなと思ってたんですが、ちょっとひねったですねエクワックスジャケットベースの方をですね僕は選んだんですが、このあたりは本当にデザインかっこいいですし、今回もう今年はちょっと在庫的には厳しいかなと思うんですが、おそらく今年のまた冬になったら新作が出ると思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置きながらですね、実物を見かけることがあったら試着をしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目の名作ダウンなんですが、こちらですね。デサントの水沢ダウンジャケット、マウンテニアですね。これはですね、まあ皆さんも一度は見たことがあるような、まあ大名作のダウンかなと思っています。まあ僕自身ですね、このダウンを初めて見てから複数年が経ってるかなと思うんですが、個人向けのスタイリングを行う時にもですね、もう何着ぐらいご提案したのかわからないぐらいですね、もう王道の素晴らしいダウンだなと思っています。まあ機能面でも非常に優れているんですが、まあそのあたりはですね、割愛をしまして、やはりですね、デザインの美しさですね、このあたりがズバ抜けてるのが水沢ダウンかなと思います。襟がですね、しっかりと高さがあって、ボリューム感のあるフードもですね、非常に美しいですし、なんといってもフロントのですね、ちょっと大きめのジップですね、これがハの字型になっているんですが、このあたりがデザインの良いアクセントになってるんですね。僕はこのあたりを見ると、マルジェラのですね、ライダースジャケットを思い出すわけなんですが、まあ同様にですね、やはりデザインのアクセントとして非常に優秀なデザインになっているかなと思います。で、水沢ダウンもかつては知る人ぞ知るですね、名作ダウンだったんですが、最近ではですね、結構街でも着てる方、よく見かけるようになりました。価格も決して安くはないので、なかなか買いづらいかなとは思うんですが、一度買えば長く使えるような、もう定番的なダウンになってきているので、まあ、ぜひ皆さんもですね、本気のダウンを買う際には、このあたり、チェックをしていただければなと思っています。まあ、スポーティーな見た目ではあるんですが、先ほどのダイワピュアに比べるとちょっと上品な大人っぽさも漂うところもあるので、割と40代以上の男性にも似合いやすいかなと思います。ダウン特有のキルトステッチみたいなものもなくてですね、熱で接着するような形でダウンを閉じ込めてあるので、このあたりのスマートさというところもですね、楽しんでいただけるのがこちらの水沢ダウンかなと思っています。で、僕の中では結構水沢ダウンって割とこうコンパクトなサイズ感というイメージがあったんですが、最近はサイズ感というところも見直されてきていまして、というのも結構水沢ダウンっていろんなブランドとコラボレーションしたりだとか、別注バージョンなんかも出ているんですけども、まあそういった時にはですね、サイズ感ちょっとゆとりを持たせて作ることも多かったりしたんですが、通常の水沢ダウンも最近はですね、ちょっとサイズ感見直しがあって、現代のフィッティングですね、少し緩さをですね、ダウンの中にも取り入れてるので、かつてのちょっとジャストサイズ目のですね、ダウンではなくて、現代的なサイズ感にアップデートされているので、そのあたりも含めてかなり好印象かなと思っています。カラー展開も4色あって、なかなか迷うんですが、個人的にはやっぱりブラックでしょうね。まあ、このあたりが長く付き合うには間違いがないかなと思います。特にちょっと頑張って買うようなダウンというのは長く着たいので飽きないということをですね、前提に選ぶことが大事なので、そのあたりを考えるとブラックの水沢ダウンのマウンテニアはですね、もう大鉄板だと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のですね、大人の名作ダウンなんですが、ノースフェイスのバルトロライトジャケットですね。これまたもう多くの男性がですね、こぞって買っていたような大名作のダウンかなと思います。これまではなかなかですね、ゲットするのが難しかったんですが、今シーズンに関しては割とですね、在庫残ってる店舗もあったりして、以前よりはかなり買いやすくなったかなと思います。今も探せばなんとかギリギリ手に入るかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、ノースフェイスというとですね、これまでご紹介してきた水沢ダウンだとかダイワピュアに比べるともう圧倒的な知名度が高いブランドなので、このあたりの安心感っていうのは間違いなくあるんじゃないのかなと思います。着ていてどこのダウンなのかがわからない方がかえって心地がいい方もいらっしゃると思うんですね。僕自身もブランドロゴの主張はあんまりない方が好きだったりするんですが、やはりノースフェイスのこの世界観だとかブランドロゴも含めたデザインっていうのはやっぱりファンも多いのもうなずけるかなと思うんですが、バルトライトジャケットというのはデザイン的にもすごく優れてるかなと思うんですね。まずフード周りですね、このあたりしっかりと高さがあってボリューム感があるので締めてきてもかっこいいし、前開けてきてもですね、この襟周りの雰囲気ですね、ちょっと襟がこう倒れるようなデザインになっていまして、このあたりの広がり感も含めて美しい仕上がりになってるんですね。そしてデザイン面で最も注目すべきなのは
縦に走ったジップですね。この2つのジップが1つのアクセントとなっていて、非常にですね、デザイン的にも優れているのがバルトライトジャケットかなと思います。まあ、ノースペースにもいろんなダウンがあるんですが、その中でも王道的で使い勝手が良くて、ちょっとストイックさを感じるようなデザインに仕上がっているのがバルトライトジャケットで、普段着にもすごく使いやすいようなデザインだと思うんですね。で、結構カラー展開もいくつかあるんですが、僕は圧倒的にブラックが好きですね。ノースペースのアウターというと、切り替えも結構魅力的だと思うんですね。肩の部分だけ切り替えでブラックになっていて、その他の部分はベージュだとか、あとはオリーブだとか、このあたりのツートーンも魅力的なんですが、僕はオールブラックのこのストイックなバルトロが一番かっこいいなと思っています。バルトロのブラックに対して、オリーブのパンツを合わせたりだとか、もうあえてオールブラックで全身の色を揃えてもかっこよかったりするので、やっぱり未だにですね、このバルトロの魅力というのは色褪せないかなと思います。このあたりも一度買えば、来年以降もしばらくですね、使えるようなデザイン的なベーシックさというところもしっかりと担保してあるので、まあ間違いのないダウンかなと思います。まあ冬の天体観測だとか、外遊びでも十分に活躍するような、そんなですね、保温性もしっかりと確保してあるダウンなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のダウンジャケットなんですが、こちらですね。FCE がですね、ナンガとコラボレーションして作っている F ライトボムダウンジャケットですね。これもめちゃくちゃかっこいいんですね。まあ、実物を見たことがありますし、僕自身も着たことがあります。そして、これまでのスタイリングでも何度かご提案をして購入していただいたことがあるので、まあ、僕にとっては結構見慣れた商品なんですが、これはデザイン面でも非常に作りがいいので、まあ、ぜひ皆さんにご紹介できればなと思います。まあ、FCE というブランド自体、まだまだですね、知ってる方は多くはないかなと思うんですが、まあアウトドアとファッションを掛け合わせたようなドメスティックブランドなんですけども、まだそこまで知名度が高くないというところも含めて、ファッションが好きな方にはかなり魅力を感じていただけるようなブランドかなと思います。まあ、デザインを見てみるとですね、先ほどのバルトロライトジャケットのようにですね、縦にジップがですね走っていて、このあたりもですね、デザインのアクセントになっています。あとはポケット周りのデザインですね、このあたりにもミリタリーライクな雰囲気が漂っていて、大人の男性にはかなりですね、こうたまらないようなデザインに仕上がってるかなと思います。少しサイズ感も緩めにできていまして、丸みもあるんですね。このあたりは現代的なサイズ感もしっかりと取り込んでいるんですが、決してオーバーになりすぎないようなですねサイズ感なので、このあたりは大人の男性にも似合うんじゃないのかなと思っています。で、デザイン的にはですね、この FCE の世界観が存分に楽しめるんですが、内側のダウンですね、このあたりは国内屈指のですね寝袋ブランドのナンガですね。まあナンガ自体もですねダウンを作っていて、まあこちらもまた魅力的で、前回のですねダウン系の動画の中でもですねご紹介してるかなと思うんですが、そのナンガがダウンを提供していて、この両者の良さがですねしっかりとミックスされているのがこちらのダウンになっていまして、かなり魅力的かなと思っています。値段も決して安くはないんですが、デザイン的に見ても飽きが来ないようなベーシックさをちゃんと備えながらも、ところどころにミリタリー要素をミックスしながら非常にバランスのいい作りになっているので、ぜひ皆さんもこちらのダウンチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、こちらですね、ビューティー&ユースの小松マテーレリラックスフードダウンジャケットですね。これはですね、今季様々なセレオイのダウン見てきましたが、最もですね、オーソドックスで使いやすいので、皆さんにもおすすめできるような一着になってるかなと思います。そして、今回ご紹介してきたダウンって、かなり値段的には高いものも多かったと思います。5万円オーバーのものが多かった中で、まあその中で比較すると割と買いやすい価格帯なので、まあぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。ちょっと前までですね、在庫が全然なかったんですが、今日の時点でサイトチェックしましたら、また在庫復活しているので、まあ、ぜひ皆さん改めてチェックをしていただきたいなと思います。まあ、デザイン的にはかなりオーソドックスで癖がないんですね。ブランドロゴもついてないですし、ダウン特有のステッチもないので、スッキリとした見た目に仕上がっています。で、首元のフードの高さですね。このあたりもそこまで高すぎないので、着ていて邪魔にもならないですし、スポーティーな雰囲気になりすぎないのが、このダウンの魅力かなと思っています。まあ、僕自身も実際に買ったものがあるので、こちら見ていただきたいなと思うんですが、ダウン特有のモコモコ感もないので、ナイロンジャケットの延長線上で気軽に着ることができるのが、まあ、最大の魅力かなと思います。内側にニットを着たりだとか、ボトムスもちょっとスラックスライクなものを合わせていただいても、しっかりと収まるような都会派のダウンという形で、これはですねかなり使い勝手がいいかなと思っています。まあ、カラー展開はブラックとオリーブの2色でそれぞれに魅力があるんですね。オリーブの色味もすごくいいんですよ。いわゆるこうミリタリーライクな雰囲気に振りすぎないような上品なマットなオリーブなので、すご
ごく使いやすいかなと思うので、ブラックパンツと合わせるのであればこちらもいいと思いますし、やはりストイックなブラックもすごくかっこよくて、個人的にはこっちの方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。前を閉めずに開けてきた時のですね、スナップボタンがあるんですけども、その周辺にですね、ちょっとミリタリーライクなディティールが閉じ込められていて、このあたりもちょっと地味なポイントではあるんですが、シンプルなダウンの中で一つのポイントになっていて、個人的にはすごく好きなディティールかなと思っています。大人のダウンを選ぶときにデザイン的な癖をですね、どれぐらい取り込むのかっていうのは人それぞれかなと思うんですが、やはり第三者から見ていただいたときにも理解できるような親しみやすさだとか大人っぽい雰囲気というところもすごく重要なので、そういった点で言うと今回ご紹介したダウンの中では最も癖がなくて、他人から見たときにも素敵だなと思っていただきやすいようなダウンかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんこちらのダウンもセレオリダウンの中では最強の一着として改めてチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性におすすめしたい名作ダウン5000というテーマでお届けをさせていただきました。普段の動画では結構ユニクロですとか GU グローバルワーク無印良品だとか割と価格帯を抑えた商品をおすすめすることが多いので、まあそれらに比べると結構今回のダウンは本気の価格帯だったかなと思います。なかなか気軽に買いづらいようなものも多いかなと思うんですが、ダウンというのは一度買ったら結構長く使うようなそんなアイテムですし、着こなしの中では主役になるようなアイテムなので、ちょっと頑張っていいものを買いたいなという方には参考にしていただけるような内容だったかなと思っています。まあビューティー&ユースのダウンなんかは皆さんもすでにご存知かなと思うんですが、今回は FCE だとかダイワピアだとかデサントだとか、ちょっと普段はあまり聞かないようなブランドも出てきたかなと思います。まあこのようなダウンもすごく優れていて、ベーシックなファッションからもう一歩先に行きたい方にはすごく魅力的なダウンだと思いますし、意外とですねこれまでの延長線上で選んでいただいてもそこまでデザイン的な癖は強くないので取り入れやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。まあ、残念ながら今シーズンはもう在庫がないものも多いかなと思うので、まあ今回は頭の片隅に置いておいて、今年の後半の秋冬になった時にですねしっかりと予算を貯めておきながらこのあたりチェックしていただくのもいいんじゃないのかなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないような、結構今回の動画もそうだったんですけども、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドですね、またはちょっとツームけど専門ブランドに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信もやっています。そちらの方では皆さんからいただいたご質問に直接お答えするような形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日皆さんにお届けをしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家もですね記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、気になる方はこちらも動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。